は革命的な作品だと思います。映画の新しい表現方法を生み出した作品になっていると思います。綾野剛、映画、パンク侍、切られて、河野初日、舞台挨拶が、本日6月30日、東京、丸の内都営にて行われた。映画、パンク侍、切られて、河は、町田康の同名、小説を実写映画化した作品。これまで様な役柄を生きてきた、ミスターキャ、ラクターアーティスト、綾野剛を主演に迎え、日本を代表するキャストたちが、期待のストーリーテラー、工藤官九郎の脚本と、不正室の記載、石井武龍監督による、爆裂ワールドで極限の個性を爆発させる、誰も見たことのない前代未聞の、エンターテインメントが展開する。公開初日から映画館へ駆けつけた熱狂的な観客たちで埋め尽くされた会場には、作品館、小直後のアチー場内を一気に納涼すべく、ピンクの文字で、パンク侍と、知らわれた、特製の巨大、パンク氷が、設置された。そんな中、主演の綾野剛をはじめ、北川景子、東出昌大、染谷、翔太、浅野忠信、永瀬正敏、村上敦、若尾達也、渋川清彦、国村俊らの豪華なキャスト陣、本作の脚本を務めた工藤官九郎監督の石井武龍の総勢12人が続、と登場すると、割れんばかりの拍手と大歓声が巻き起こり、パンク氷の霊、気をぶっ飛ばすほどの猛烈な熱気に包まれた。主人公の掛け銃のシーンを演じた綾野は、今まで宣伝不可能な作品と言ってきましたが、本日初日を迎えることができ、皆様にこの映画をご覧いただくことによって、初めて不可能が可能になりました。と、いよいよ公開を迎えた喜びを対抗、イサムでコメント。さらに、この映画は、革命的な作品だと思います。映画の新しい表現方法を生み出した作品になっていると思います。自分もこの映画に出演したことで、役者としてもう一度生まれ変したような感じがしますと、本作が自身の俳優人生に大きな影響を与えるもになったことを明かした。論役の北川はいかに皆を腹振り踊りに言う、込めるような踊りができるかと言うことをダンスの先生と一緒になって考えました。とても得難い経験をさせていただきましたと、ダンスやモッシュなど様々なチャレンジの裏側を明かしつつ、ロンはとても芯のある女性で、そこにとても共感しましたと、自身との共通点を打ち明けながら、ラストシーンはとても演じていて気持ちが良かったです。この瞬間のために頑張ってきたんだな、と思うくらいです。と、ラストシーンの見どころを打ち明けた。大浦主膳を演じた国村は、今僕のこの肩にお猿の相棒が乗っていないのが寂しいです。みわあのお猿さんは、ゆうくんときなこちゃんという2匹なのですが、最初に出会った時とても懐いてくれて嬉しかったのですが、実は私がお猿さんにオーディションされていたのです。と、かわいい猿たちとの秘話を明かした。また、とくことメイクで、謎の猿将軍オウスを熱演した久し、瀬は、オファーを受けた時は、やった、と思いました。町田さんの原作で、工藤さんの脚本に、石井監督というざっくみで、すから、そして猿役、もう最高でした、と猿役を受けた時の興奮を語った。そんな撮影現場について、綾野は、浅野さんが演じる茶山と最初に会うし、んが最高でした。茶山は、セリフがないはずなのに、いきなり台本にも泣いた、クルをされて、かっこ笑い。その横で、染谷さんのマクグレが普通にセリフ読んでて、その、隣で、若葉さんのオサムがいきなり規制を上げて、そのオサムに、僕が、ドロップキックを食らわしたんです。と、台本虫の壮絶すぎるエピソードを披露。エシタレの
魂継ぎを演じた渋川は、撮影はすべて斎高でしたけど、浅野さんを見てると、僕、なんかまだまだ普通の人なんだなぁと思えてしまいましたとコメント。これを受けて浅野が、いやー僕は役に入り込んでいたので気がつきませんでした。僕の、コロ声が聞こえましたと返すと、キャストを含め会場は爆笑の渦に包まれた。一方、真鍋一郎役の村上は、係との、剣豪らしからぬ、壮絶なバトルシーンに席して、浅野さんの股間がすごくいい匂い、だったんです。夏の石鹸のような香りがして、そのために何回か撮影をストップしたくらいです。と今だからこと、ドキッとするような告白。さらに、この前僕の息子の虹郎が、綾野さんと共演させていただいて、どうやらギターを買ってくれる約束をしたようなんです。でも僕は、綾野さんとは、他作品も含めて、3回もアクションシーンを撮影しているんですが、まだ何も買ってくれない。とダダをこねると、綾野がすかさず、それは、虹郎くんが20歳になるから、記念、にですよ。と返す。すると、村上は、僕、だって45歳だよ。と、数々の必殺技を繰り出し合った、猛者同士とは思えぬや、リトリに、会場は、またもや大爆笑となった。キャストたちの様々なパンクエピソードが明かされる中、脚本の工藤は、自分は、中学生の頃に、石井監督の作品を、見て、おかしくなってしまったんです。笑い。だからこの映画を、中学生が見たらどうなるかが気になりますね。あと町田さんの原作がすごいのでぜひ読んでいただきたい。と熱弁。さらに本作を4年もの間構想し続け、ついに映画化を実現させた石井監督は映画を大事にしてくれているスタッフと、こんなにも素敵なキャストの方々と一緒に映画を作ることができて、本当に感無量です。と作品に込めた熱い思いをコメントした。イベントの最後では、綾野が自分の生き方によって、この作品の見える角度が変わってきます。見終わった後に、ご自身の気持ちをスクリーンに投影していただけたら幸いです。改めまして本日、ありがとうございました。というメッセージで締めくくり、本作の公開が早くも日本に、爆夏を到来させたことを確信させ、舞台挨拶は幕を下ろした。映画、パンク侍、切られてこうは、全国323巻で公開中。映画情報、パンク侍、切られてこう6月30日土曜日、爆夏、ロードショー配給、東映、C、ABEX 通信放送映画、パンク侍。切られて、好作品サイト http://www.punksamurai